いや、3ページ目もめくってもまだ興奮です。パニックになっても慌てず対応するんじゃよっていう優しい言葉かと思ったら、よく考えたらこいつのせいでドルフィン号の回収に行かないといけなくなっちゃってるストーリーです。もうストーリーの続きです。原生生物は持ち帰らんでいいぞって言ってるんですけど、それもデイ2で教えてほしかった。行きましょう。簡単攻略です。これはやな、これが。これね、 A ボタン押しっぱなしだと早く引っこ抜くかな。その仕様はちょっと忘れちゃってるんで、一応そうしてますけど。あれ、2人のピクミンだけであそこの橋作るように任天堂計画ちゃんと設計かしてあるんかなとかいつも思いますよね。ちょうどこの2人がこう終わるっていう、本当に俺がそれに合わせてるだけなのかどうか。簡単攻略って言ったのはこう完璧じゃないよ、でも初見でもないけど、まあ一応1回目の成績として残してみたいな感じの動画ですね。はい。で、こう遠くに飛んでってるでしょう。これってどうやって我慢すんの？我慢。あとこのタコがね、7年間気づかなかったけど顔が可愛かった。イカか？今のは。は気をつけなさい。2ついるとき。めちゃめちゃ青足りてないし、あれ、うわ、子宮、なになになに、ちょっと待って、今間違えてあっちに切り替えたんやけど、今みたいに泡に入っちゃった、後ろから行けば泡入らんと思います。入ったら自動的に割れるまで待ってますね。ロックオンした方がかっこいいけどさ。一応22匹で合ってます。あと1匹いるとちょこいついいですよね。実生活で効率っていうと嫌われるガチになる時もあるんで気をつけましょう。瓦礫の上乗ってる。
ここになった状態で、このこいつをさ、こっちに僕をやっとこうと思うんです。ここになった状態じゃないと、ここに戻ってきた人でイカを回収しようとしちゃいますと思います。別に他のやり方がもっといいかもしれんけど。今のは生きてる、ギリギリ最後羽でっていうところがドラマティック、すげえ。失敗した。オッケー、結構いい成績なんじゃないでしょうかね、自分の中では。ちょっと一回手前が失敗してますけど、ありがとうございます。やっぱ楽しすぎるぞこのゲーム。でしょうね。ありがとう、こちらこそ。ドルフィン号絶対持って帰るからね。ランキング1位は2倍なければ嬉しい。もう1位もう半端ないでさ、このゲーム昔から世界の。お、結構上やん俺。まあでもね、結構上っつっても1000点以上離れてるともうほんときついっすね。ありがとうございます。あそこの1個手前のあそこがうまくいったあそこですね。はい、あそこわかるやろ、わかる、通じると思う、ピクミンファンなら。と次行こう、見とこう。これもありがとうございました。